大田区立粒子記念館学芸員の木村ですこの動画では、粒子記念館の成り立ちと記念館の中庭にあたる粒子創演について解説いたします粒子記念館は、日本画家川端粒子が生前のうちに、自宅の目の前に自らの設計で作り上げた美術館です 記念館に対する画家のこだわりと設立にあたっての思いを知ってこの空間をより深くお楽しみいただければと思います粒子記念館が開館したのは60年近く前の1963年6月6日のことでした。 1964年開催の東京オリンピックの前年にオープンしたことを考えますと、長い歴史を刻んできた美術館であることがご想像いただけるのではないかと思います。記念館が竣工したのは、1962年6月6日のことです。この日は、劉氏の誕生日で、ちょうど77歳の記事を迎えた劉氏を祝うパーティーが、 記念館で開催されました現在記念館の向かいには粒子公園が整備されており公園内には粒子が晩年を過ごした邸宅と制作に励んだアトリエが当時のまま保存されていますつまり生活の場の目の前に粒子は自らの名を冠した美術館を開館したのです 劉氏がこの記念館を設立した理由としては77歳の記事を迎えたことに加え1959年に文化勲章を受賞したことが挙げられます戦中戦後の激動の時代を超えて大画面の作品制作を続けてきた業績が認められた劉氏は自らの作品を後世に残しより多くの人に鑑賞してもらいたいという思いを抱いたのです そしてこの記念館の驚くべき点は建物の設計が建築好きだった画家本人によって行われたものであるということですまた建設費用は竜氏が筆一本で築き上げた資産から支払われましたそのため記念館の開館当時画家が自宅の前に自らの設計で美術館を建てたのは 日本初ではないかとも新聞市場で伝えられましたそれでは記念館の細部のデザインを見ていきましょうまず目を引くのが1階部分が床を高くしたピロティ構造になっている点ですこの地帯はかつて水が豊かだったので 風通しを良くしををくてて湿気から作品を守るように設計されています記念館は自社仏閣のような厳格な雰囲気ですが当時の写真を見るとこの高床のところに車が並んでいるため駐車場としての機能を備えていたことがわかりますさらに2階部分をご覧いただきますと 大きな窓が並んでいるのがご覧いただけます実は粒子の生前は今あるような格子やカーテンはなくて自然光で作品を見られる美術館でした粒子の作品を自然光で見ると岩絵の具の鮮やかな色彩や金の輝きは今とはまた違う表情で楽しめたのではないかと思います粒子自身は 非常に豪快な性格をしていましたので皆様に楽しんでいただけるなら多少光で絵が傷んでもまた描き直せばいいと考えていたようです現在は記念館を大田区が管理しているため窓を塞いで作品を決して傷めないよう厳重な保護をしていますまた上から見ると記念館は このような形をしています。この形何かに見えないでしょうか実は辰野年オトや上り竜のように形がデザインされています。竜子の本名は祥太郎と言いますが、画号は辰のことを書いて竜子と読みます。テーマとして竜を追求し続けた結果、 建物まで竜にしてしまうという、画家の非常に強いこだわりを見て取ることができます。さらに、この青い屋根の上には、竜絶欄の彫刻が飾ってあります。これも竜の下の欄と書きますので、竜をイメージしてのものでしょう。こちらの中庭は、竜子草園と呼ばれています。 劉主は伊豆の修禅寺を第二の故郷としたってそこに別荘を構えていましたこの草園の中央にある大きな石は修禅寺の別荘のほとりを流れている桂川から持ってきたものだと言われています石の亀裂にはしっかりと定火かずらが根を張って独特な情緒を醸し出していますこの草園には 春にゼンマイ夏は半ョウやアザミイタドリなど伊豆の野山を思わせる野草が生い茂ってきますそして記念館の周りに目を向けてみますと立派な竹垣がありますかつては伊豆の特産物の妄想地区で作られていたそうですさらにここには4本の桜が植えられておりそのうち2本は 修善寺から送られた川津桜ですこのように記念館の各所には伊豆の風情を演出しようとする竜子のこだわりを見て取ることができます記念館の向かいにある竜子公園内にも画家がこだわった竜や伊豆のイメージが各所に潜んでいますので次回の動画でご紹介いたします